ロバート・ S ・マクレイ博士、青山学院青山キャンパス内の石碑、ロバート・サミュエル・マクレイは、アメリカ合衆国の宣教師、東京英和学校総理。1824年に、ペンシルベニア州に生まれる。リッキンソン大学卒業。幼い頃は、長老派協会の教育を受けたが、メソジスト派に惹かれる。米国メソジスト監督協会ボルティモア年会から、アンシを受け、 巡回教師などに従事する。東洋への選挙を志し、1845年にメソジスト監督協会選挙師として中国復讐にわたり25年間選挙活動を行う。その傍ら、海辞典を表す。その後、長年にわたり鎖国をしていた日本への選挙の必要性を感じ、1873年に日本にわたる。 1879年に横浜山手でキリスト教神学を教授する美海人学校を設立し、日本人伝道者の養成を目指した。なお、美海人学校の設立の際には、ジョン・エフ・ガウチャーからの多額寄付があった。1883年、美海人学校は東京英学校と合併して、東京英和学校となり、同志は初代総理に就任し、 1887年に、帰米するまでその職にあった。1907年、カリフォルニア州ロサンゼルスで逝居。彼の兄弟の EN、チャールズ・マクレイは、カリフォルニア州上院議員である。また、いとこには、アメリカ西海岸最古の名門私立大学である、南カリフォルニア大学創立者の EN、ロバート・マクレイ・ウィドニー。 南カリフォルニア大学二代目学長 EN、ヨゼフ・イドニーがいる。新進堂、1856年建築、天安堂、1856年建築。ありがとうございます。